Round two. Fight. Perfect. 約束の地映ってます？ちょっと待ってね、水中の確認をできてない。ニコニコから来たばっかなんですよ。レオの方向性は見えました。だけどあれ、俺ダイン落ちてねえか。あれ浮くんでしょ。あ、メグさんね。今のアッパーあるあるなんですけど、必須の失敗です。レオ使いなら分かるはず。スイッチ今綺麗に映ってる？まだね、ちょっとデータを今アップロードしてるんですよ、ギガファイルウィンに。大丈夫なのかな？はいどうも。今みたいなあの1試合前の浮かした時のコンボが あそこで、ドライブ使ってレオがさらに壁やられ中とかできるんですけど、壁にずれてる時のレオの壁コンマージ安くなるから、長中近景裏剣とかがドアンになるんですけど、ロック高校とかスカッチョンだもん。そこら辺直してほしいですよね。あ、反応できない、全然反応できない。あれい
今日はパンチいないんです。レオのドライブで思ったより案外使えてすごいところから壁運んでって壁中にできるんですよ。そのレシピが QLP から打つと当たりやすい。 QLP が軽いんで。お、うまっ。なんだ今何された。ヘッドバットのプラスから横須賀されて浮かせ狙ってたのか。すげえな。あ、違うな、テッサだったかな。似たような状況だった。こういうのがかわいそうなレオになるんだよね。なんだこれ、 RPRP でも打とう。浮くらしいんだよあれが。ペンのボディスマって何、しゃがみから出してんのかあれ。あ、これプラス？よし。あれ、俺今日100円じゃないこれ。あれ反応しろっつうのは難しいな。見慣れてないからな。横に強いのかな。なんでどんどんその新しい浮かせ技持っていくんだよこのキャラクターは。レオにも新しい浮かせ技くれよ。昨日バッツのジャックとかいうマジで右アッパーしか知らない脳筋右アッパージャックにメコメコにされたからな。でも今まで戦ってきたジャック使いの中でバッツのジャックが一番強かった。マジで右アッパーしか使わねえんだけど。実はまだ玄武行ってないんですよね。螺旋までしか行ったことない。玄武の小学とか光ったことない。アゴちゃん？アゴルは、あ、アゴルも俺も光ってる。アゴルレオ使ってるんだよな。
わかった。わかったよ、アゴル。アゴル、俺が QLPLP を使うと思ってしゃがんでるな。今緊張しちゃって俺も悪いところがあった。アゴル、ありがとう。なんかね、ハイラン水からのコンボ、実はセブンから、セブン無印から伸びてたくさいんで、長中近景の近景部分の判定がセブンから結構、いや生近景の部分か強くなってたっぽくて、 FR になってから俺は気づいたんだけど、なんか領域とか、え、セブンからですよとか言って、ハイラン水からダメージ、いつも使ってる6個攻じめのコンボよりも4ぐらい、違うな、さっき調べたんだ、4伸びてた、4。ハイラン水大ジャンプキックやんないで、ハイラン水 6L 系ハイキック、長中近景6号締めで、レオ使いにしか分かんないよな、そんな話。でね、あ、これやっちゃダメ、最後これ気質からフラヒって確定に見えるけど確定じゃないんですよ。気質フクリは確定だけど、気質フラヒはダメージが高くなるからやってるんだけど、後方起き上がりでガードが間に合っちゃうんだよね、実は。ただそこを後方起き上がりしちゃうと強引なタクが、気質フクリのフクリ部分を危ないくらいかとするような、しないような、わからん、俺はやられる方じゃないからわからん。ドライブ、え、なんで壁当たんなかったんだよ。うわレオのドライブ壁に当てればダメージ5入るんで、 KO のできるダメージが入るんで、
え、割れない、マジ。うやー、いろいろうまい。わかったぞ、もうわかったかな。重力王子ダマンさん。あ、ジャブをガードしたらしゃがんじゃうタイプですね。あれプロのユージさんが横にいらっしゃるんだけど、手伝ってもらえないのかな、プロには。あ、かかんないんだあれ。痛い、なんだこれ。うわっ、やろうよ。あ、え、何、シャガパンで割れんのあれ。え、ちょっとユージからエボの時のグランドキャニオン台を回収してた。俺はドルで建て替えたのに円で帰ってきたよ。これね、今のこれ完全にソーライレンチュー使わない方がいい。ソーライレンチュー使うんだったらこれマジ打った方がいいよ。今のレオスカイ、おい、レオスカイ見てるか、生きてるのかよ、レオスカイ。あ、よくわかんない、癖で打っちゃった。ん、角換がない。結構いてんだな。あ、ユージ帰った。何何、こう拡散がない。なんかが、え、パワークラッシュ13とか誰か言ってなかった。違うパワークラッシュなのか。あ、これか、こっちか。今浮かせて軸がずれてて、もう全然変ねえなっていうのを想定できてたんです。悔しい。
あのツイッチを見てる方、放送ラグってないですか？大丈夫ですか？何これよくどういう性能なの？ノーマルでああなるの？どっか行くなよ。ちょっと教えてもらいたいんだけど、どういう技なのあれ？何？パワークラッシュで？何をされてるのかよくわからん。今のはちょっと距離遠いからスカっちゃうんですよ。軸がずれてたり距離が遠いシャープナーのカウンターはトゥースも入んないです。お、かかわるのか。あ、通常ヒットでトラが出るの。はあ、攻撃、単に攻撃力が高いってことね。投げ。いや、ちょっとダマンさん分からねえな。勝てるビジョンがたまたま技が当たった感しかねえな。あ、放送はラグってないですか？ありがとうございます。冗談？その新しいトラが出るってやつは発生が早いのかな。こういうところで総来連中打たない方がいい。マジ打つなら超山爆撃打った方がいいから。マジHAH!
なんかすごい入る。何？まだ分からない。ダマンさんと連戦したら負ける騎士としてね。カズミのカズミの対策になってない。何もしてない。俺は技の当て感だけで勝ってるような気がしてならない。やめよう、ダマンさん、無駄な血を流すのはやめよう。竜理の重力王子ダマン、もうそういうこういう長ったらしい名前つけて。あれが欠陥ない方か。これ美味しい位置ね。 レオの美味しい位置。思い出せセブンを おそらいを置くっていうのがカズミ対策になるんですよね。セイヤーのところにここら辺、あーダメだった、やめよう。あーもったいない。いやあれ入るんですけど、あーやめようよ。うわっ、あ、ドアンで届く。刻んでから QLP をうまく当ててドライブが入るんですよ。うわー完全に届くね。しかもね、狙われてたし。あー、カズミの戦い方、このキャラクターの戦い方がちょまちょましてて、やだよ。いや、いや、やるね、俺は。あー、引きがない、引きが。あ、これか、わかったよ、もう。その、追いつきみたいなのね。おい、なんでそういうさ、わけわかんないコンボを失敗してこうやって逆転されるからレオ使う人がいなくなるんだよ、ミシマスター。
ロック5個ずれてる時に入らないの直してくれよマジで。だって一番痛い壁コンボの長中筋系6個じゃないと倒せないダメージのところで、いやこれちょっと軸ずれてるけどとりあえず出すかって出すとさ、6個がスカってでそこから反撃をもらって負けるとかストレスでしかないよ本当に。あ、今補正切れてなかった。いてえ、なんだこれ。お、いや運で勝った気しかしねえ。やめよう、無駄な血を流すのやめよう。ダマンさん戦争好きだね。ウォーズマンなの？ダマンさんは黙ってるかもしんないけどさ、俺は喋りながらやってんだからそこら辺考えて、それ小技やめようよ。気質見てからしゃがむのやめよう。そんなんじゃレオは勝てなくなるから。2人でやるゲームだからさ、鉄拳は1人で楽しまないでよ。やめて、1人用じゃないんだから。あー出しちゃったね。俺は出し続けるね、気質を。なんでさ、今のちょっとダマンさん問題だよ。あ、なに？今のね、ダマンさんに言いたいのはなんでジャブを食らってマイナス8からコマンド投げを入れてた？俺は食らうよ、そんなもん。ダマンさんのその選択肢のマイノリティさが俺を狂わせるんじゃい。唇に奪われるよこれ。なんでグレー出てきた今。勝ちたい勝ちたい、これは勝とう。4連勝おめでとう。あー安いな。俺おそらい入れたいんじゃ。おそらいでいいんじゃ、おそらいじゃ。さすがにもったいないな。これレイズドライブってスカ角入れられやすいよね。なんか光るからさ、うわースカってやんのみたいな感じになっちゃうから、こっちも気をつけなくちゃなんない、かって言ってる俺は。あのスカ角入れられなかったんですけどね。俺が今地上に戻ってきたから浮かせたね。梅原かな。なんだよ、なんだよなんだ今の投げか。それが噂に聞く壁強になる投げか。死ぬ。あ安い。
いやー運で勝ってる気しかしないんだよ。やめよう、ダムンダムンさん、もう100円切れた、ゲーセン終わる。ちょっと東京は時差があるの、兵庫県と時差があるの、やめようよ、もうやりたくないよ。え、なに、カズミの尿意症からのあの投げって抜けれんの。抜けれないんじゃなかったっけ。ダメージがないけど、ダメージが安いけど壁強になるみたいな話じゃなかった。ダマンさんはね、俺がダッシュしていくと気質を見てからガードしてるんじゃないんですよ。レオがなんか動いムニュって動いたなって思ったらしゃがみガードする風になってるから、それはね、それはダメダメダメ、それは見えてるんじゃないさ。ダマン、ダマンくん、おそらいを出されたら食らっちゃうんだ。このゲーム投げ抜けないよね。これどっち、壊れんの、壊れない方か。レイジドライブゲームかな、これは。やめよう。お、ちょっとたまたま3立てできましたけど、僕ダマンさんに勝てるビジョンが見えないんでやめていただ、あ、やめやめやめ。ではあのこのステージのバルコニーブレイクする側の壁がなんかどっちなんだかよくわかんないんで、あの色が同じになっちゃった。昔はなんか赤っぽかったんだけど、このマトリックスのプラグインした世界みたいな感じになっちゃったんで、ちょっとよくわかんない、尿意症がよくわからん。あお、いい選択肢じゃん。今浮かせてる時にレイジドライブ使おうかな、レイジアーツ使おうかなって考えてレイジアーツ使ったんだけど、お、体力ミリじゃんって、正解だったじゃん。ミシマスター面白いよこのゲーム。投げ抜けをこのゲームにつけたら面白いんじゃないかな。
ポッケンかな。なんとかしてくれ。やべ、やっちた。浮かさないとダメですよ今回は。自分がレイジの時はレイジアーツがあるとしたらレイジアーツです。ちょっと上手いじゃないの今のダマンさん。良き武をお持ちですね。もうリベンジしてね。Get ready for the next battle.全般的に無印のセブンよりも思い関係は治りましたよね。あ、これが13か。最後コンボを見せた。今じわじわしたじゃないですか。最後じわじわしてダマンさんはすげえ画面を見てる瞬間だったんですよ。
ああいう時ってレオがいきなりダッシュしてくると、あキスだろうみたいなって思っちゃう人が多いんですよね、比較的ね。いやのびさんクラスやね、バッツさんクラスの世界ではそんなの通用しないですよ。画面を見てるなと思ったらこれもうおそらい、ダッシュおそらい、ラダンまではそれでいいんです。1位じゃないとダメなんですか。あ狙ってる完全に、俺のせいじゃないよ、無入もしてないか、いや結局負けてたっていうね。ダモンさんは俺のあのうつ伏せダウンのところの立ち上がり途中キックを待ってるから、そこを待ってるっていうことはそこをちょっとタイミングずらして技を出すと、あ来なかった、じゃあ行こうっていうところに当たったりするんで、タイミングずらしだな。うつ伏せダウンしたら、俺がうつ伏せダウンしたらもうタイミングずらすかんな、ダマさん。そのよくわかんないかかんない技出してさ、しゃがむのやめよいっぱいしゃがまれてんだけど、かかんない技出して俺がワンツー出してそれをしゃがんでなんかしたいんでしょ、もうダマンさんは。画面見てるよ俺が、画面見たらもうおそらいくよ。あこれ何回食らってんだよ俺、ワンワンの後のハイキック、もうそこ一回動かせないとダメだな。これ13なの、あれこれ投げ抜けさ、このゲームにつけよ、ポッケンじゃないんだからさ。いやもうやんねえ、もう絶対やんねえこれ、ほんとにカズミットなんかもう絶対やんねえよマジ、やろ。あれバツさんいるじゃないですか、バツのあのバツと俺、まあ、バツのファランじゃないですけど、なんか強い人の鉄拳の呼吸になってた、呼吸は読めない、強い人ってそうああいう呼吸持ってんだよね。うわうまいんだけど、画面見ろダマンさん、画面見て、俺のお皿入れるから、レオをよく見て、あ、今いいよこれ、すごいレオをね凝視してる、こういう時はねダッシュしてってお皿入れる、そういうゲームにしていかないとレオはやってけない。あ、俺シャープなの忘れてねえか、はい、これは浮かしたい、レイジにしたくないから浮かせたい、浮かせてコンボで終わらせたい。唇に奪われたあのあ難しい距離、難しい距離、これあ嘘でしょ、わからんよ、昔鉄拳6の頃の
バッツと戦ったことがあって、いやあれはね往年の伸びの呼吸だった。 なんかお互いがお見合いして、お見合いするときに普通だったらここお見合いでしょっていうところに攻撃に来られて、ここは守るでしょうみたいなところは攻撃に来られて、ここ来るでしょうっていうところはすかされてみたいな。謎の罰押し。でもあの第5回クロクロ杯にクルクル言ってて、当日にあのマクドナルドのアルバイトの女子高生とデートしに行っちゃってクロクロ杯に来なかったっていうね、それは一生言ってきますんで。これ難しい位置。あ、倒せる選択肢があった。立ち上がり途中パンチャラパンチャラだから13とかあるんじゃない。じゃあ新しいことしていこう。もうダマンさんが俺がタイミングだけで食ってるっていうのバレ始めてきたから、新しいことしていこう。こういう新しいこと出ちゃうんだよな。固まろうよそこ。今カウント取られたんだから固まって、それだけで勝っちゃうよ。そのネタだけでやってるプレイヤーじゃないんじゃい。あーネタだけでした。ちょっと緊張した時に LPLP 入っちゃうタイプだなダマンさん。あ今もう技打とうとしたダマンさんの心がメーター振り切ってる。これはカウンター取れますよ。あ見てるね、画面見てるね。あ攻めに来る。おそらいだったら倒せるかも。いや待てよ、ミリ残るな。ここでしょ、狙ってたんでしょ俺の立ち上がり刀脚排石膏を。やめよう、ちょっとやめよう、喋るのやめよう、喋るな。パンパンパンやめて。あこれは勝てるビジョンがおそらいしかない、俺にはおそらいしかない。おそらいのバッツと呼べ。あ逃げようとしてるこの人。なんで当たるかねそれ。13なんでしょあれ、届かねえしよ。あっ壁がそこになぜあった、トンネルを抜けたら雪国か罰はもう絶対やんねえから、これゲームを終了。あれ一周回ってリベンジマッチだったり、ビビるなぁ本当に。ダマンさんともうやりたくねえんだけど。ちょっと俺がダマンになるわ。ここは螺旋にして今日は終わります。あと2連勝すればいいのかな。静かな放送へようこそ。
Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. あれ、黙ってた方が負けるのかな、これ絶対やんないから。緑だよ緑。赤なんだよこの信号機は。よ、喋ってた方がなんか気が楽だったな。伸び伸びいけた。やってねえからそれ。なんだよこれ。え？ああ、コマンド、コマンド WK の同時押しが難しいんじゃい。あ、おそらいで、おそらいでいける。これおそらいにしよう。俺おそらいしか狙ってないから。あ、さす、俺飛びたい、飛びたかった。なんだなんだ。あれ、俺喋れてない？喋る、なんか喋ってれば、喋ってれば技当たるから。さんまさんま、やおや、もう適当でいい、適当でいい。考えるな、感じろ、適当でいいから。ボタン押せ、俺。え？あ、喋って。喋って、やおや、伊勢丹。よし。あー、ちょっとやめ、なんか株主優待くれ、頼む。3連勝、3連敗はまずいって、3連敗まずいから。それもうない、手札はない。誰だよこれカウンターするって言ったやつ、俺か。
あ、狙ってた、完全に狙ってた、狙う病気だったよ、ダマンさんが今。レオの 3LP をね、なんか狙う変な病気だった。あ、勝てねえ。ほらね、こうなるって知ってたんだよ俺。だから絶対やめたいんだけどさ、もう放送やめていい。だってほんで俺が喋んないで対戦してるなんて、高円寺の動画見りゃいいじゃん。求めてないよ俺の放送に、そんな超強いみたいなの。2位の放送見りゃいいじゃん。何に切れてんだよ俺は本当に。だんだんちょっとね、これ勝てそうで勝てなかったのがねイライラする原因だね、ストレス。あーって違うから、なんで LP と RP 間違えるかね。何年レオ使ってんだよこれ。案外痛いんだけど、何これ、スカ角で本当に打ってんの。ウェイウェイ、まだダメージ、ウェイ、つえつえんだこの距離鉄拳セブン無印にこの技がなかった。くー、弱え弱えキャラでしたね。わかった、ごめん、これね勝てるビジョンが見えた。ダマンさんになんで最強の人読みできちゃった俺。核艦内技がガードしたらライトだわこの人。ダマンさんそれやばいよ、やばい選択してるぜダマンさん。ここから俺の60連勝ぐらいあるよこれ。崩れる方、あ、よし、2分の1当たった。かっかんない技来たね、もう全部ライトでいいよもう。あ、違う、コンボレシピが違う、うん、慣れないことするから、ちょっと団員戦だから慣れないことするのやめよう。ここら辺はしゃがまないから、これずれてるでしょ、ここで6個を出すとやられるんですよ大抵のレオ使いは。今の状態で壁コンボ、2気脚とか6個に行くとスカって死にますからね。レオは死亡フラグが立てられるんですよコンボ中に。レオはもうダマンさん、俺と長くやり続けたことによってバレてしまったようだね、ダマンさんの手癖が。後々 YouTube でこの放送を見返したときに、クー、黒黒の野郎人読みで俺に勝ちやがって、俺も勝った気でいるからね。あー負けた気になってく。それ運びすぎじゃない。ほらね、狙って、痛い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 、2段構えかよ。俺が刀脚ハイスエッコうつ伏せから出す、あ、出なかったなと思ったら間髪入れずにレイジドライブ、うめえじゃねえか。鉄拳を分かってやがるダマンさん、それなんだよ。あぶれ、あれあれはかかんねえの、よくわかんねえな。パワークラッシュ3つぐらいある、カズミやべ、やられる。
だいぶ今のはああいうアッパーを待たれるのがね、レオ使いとしてはイライラしますね。カズミのパンチ投げんだもん。タイミングずらすかねー。だもクーもや絶対もう閉店までやってやるよ。やろうよ。え、終わり？閉店かな？アイビ、兵庫県アイビスさんだったような気がした。今日のところはこれぐらいでカカ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 勘弁してもらえますかね、ダマンさん。残念だな、俺やる気だったのに。本当に今日ダマンさんから鉄拳王まで上がっちゃおうかなと思ってたんだけど、くーごめんね。なんだよこれ、プラクティスやらせてよ。なんかタイミングの悪いところで、あ、自分が負けた時の閉店、カード切れの閉店時間だと相も変わらずこうなっちゃうのか。自分がリベンジ待ちの時に勝った時に、相手のカード時間が切れると、まあ、わざとやられてるその悪意あるリベンジデュレイではなく、 2,3 分プラクティスができるという。 OK！ あれ？ OK 押せないぞ。Get ready for the next battle. 今日はもうあのオンラインで対戦相手にノビさんが出てくる以外、もうこのクレジットでやめます。ノビプロが出てきてくれればなやるんですけど。豪輝やめよう。豪輝はいい、1ヶ月後にやろう。豪輝は1ヶ月後にもう一段階下げてもらってからやるから。KG さん、あの何なんかローテさばきからの14フレ浮かせがやりにくくなりましたって書いてあったけど、どういうことなの？いけなくなったの？で、横にすよ。え、これ伸び？しゃがんでたよ今。
あー違う、これやべえ、あと一発食らうまでは頑張れる。くー、壁ありならこんなにも輝くのに、壁のないステージだと輝きをなくした永遠のダイヤモンド、結婚10年目にいかがでしょうか。目つき入んないよ。そこでライトは、そこでライトはマイノリティですね。マイノリティにやられました KG さん。多分排卵水をガードさせると目つきを出してくると思うんで、そこを浮かしましょう。もう1点読み、全然違った。今の何？レイズドライブだったから判定がおかしいとかじゃないの？よくあるんだけど、あれ何なの？あ、伸びでしょこれ。Get ready for the next battle.初の赤谷 KG さんを俺が鳴らせるとでも思ったか。へへ、レオだ。ボーナスステージ、ボーナスステージだからうるさいんじゃい。俺はレオ使いの欲しい。これ鉄拳6からだからね。うわー、 FR でレオの潜りが強化されてるとか言わないようにね。8年前からですから。え、あれいくつだ、11あんのか。ちょっと俺 RPRP 全然使って、おら目つき、排卵水ガードで目つきローをさばこう。落ち着いてる。 KG さん戦いの中で成長するタイプなんだよな。おめでとう、赤団おめでとう。やべ、危ねえ、 いらんことした。これなんだ、
KG さんが見えねえ。落ち着いてるんだよな本当に。やめよもうレーザーブ使った時点でもう無理。あそこ大抵の人はあそことりあえず起き上がるんですよ。 Thank you watching today's streaming finish。 じゃあね、バイバイ。